私は京都にありますルイ・パスツール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。今日はコロナウイルスは浦島太郎の玉手箱かというお話の続きを行います。ワクチン常駐で心筋炎確認マウス実験という論文が出されました。それについて解説をいたします。さて玉手箱ビデオ1をご覧になった視聴者からのコメントをいただきました。そのまま読みます。 素人なら連想ゲームも良いですけどこれが医療に携わる科学者として正しい情報発信だとお考えなのでしょうかコロナで肺炎が起こった人とワクチンで同じように老化が起こっているという論文を示してくださいということで、えー、このコメントに、えー、回答をしていきます。 こののビデオの用紙ですが、コロナウイルスはフラシマタロン玉手箱かという報道がありまして高齢者が重症化した時にです、ね、急激に20歳ぐらい加齢してしまうというお話をしました、えー、ワクチン常駐で心筋炎を確認これはマウス実験なんですがという論文が出されましたので今日はこの論文について主にお話をしますそして酸化ストレスを下げるにはについてもお話をします 皆様ご存知のように浦島太郎はですね助けた亀に連れられて竜宮城に行って、えー、帰りに乙姫様にたまてばこういただくんですが開けるなと言われたんですが開けてしまってあっという間に白髪のおじいさんになってしまうということで急速に老化が進むお話です、えー、こちらの報道はですね、えー、感染すると突如20歳老化するということで 新型コロナは浦島太郎の玉手箱ウイルスということを日本医科大学の北村教授が警鐘を鳴らしています、まあ、20代の健康な若者にすればただの風邪なのですが60歳以上が感染した際の症状の悪化度合いは突如年齢が20歳高くなるというようなイメージだ浦島太郎の玉手箱ウイルスと言ってもいいと指摘されています。 さてこちらの図は前回のビデオで紹介したものですが加齢、えーまあ、があった上で、えー、コロナに感染すると非常に多くの症状が起こるんですが、えー、その中でもですね今日は心筋に関ししてのお話をします心筋障害が起こり炎症性因子が上がりそれから無心室の負荷が上がるということで最終的に何が起こるかというと心筋障害不整脈心不全というようなことが起こってまいります。 さて、この論文は、訂正版、コロナウイルス感染症、メッセンジャー RNA ワクチンの静脈内注射で、急性心筋炎が誘発されることをマウスモデルで確認した。という論文が、クリニカルインフェクシャウスディジーズに掲載されました。論文投稿は7月なのですが、訂正版が出されたのが9月の16日になっています。背景ですが、 コロナウイルスのメッセンジャー r n a ワクチンを接種した後、ワクチン接種後の心筋炎が報告されていると。このワクチンを誤って静脈内に注射した場合への心臓への影響は不明である。ということで、マウスにワクチンを静脈内、または筋肉内に注射した後にですね、いろいろなことを調べましたという論文です。結果ですが、上中群のみ 心筋細胞の変性アポトーシスエ死に加え炎症細胞の浸潤心膜への石灰沈着などの心筋炎の病理組織学的変化が認められた初回の常駐投与後の心筋炎の組織学的変化は2週間持続し2回目の緊張または常駐ブースト投与により顕著に悪化した。 そして免疫反応の炎症性物質の発現はですね上中群では1回目から2回目にかけて優位に増加したしかし近中群では増加しなかったことから上中群では心筋炎が存在していると考えられたそして心臓だけではなくてですね、えー、肝臓の細胞が風船上に変性するという現象も上中群で一貫して見られたという結果でした 少し詳しいデータを見ていきましょう。この写真でマウスの心臓が写っていますが、緑の丸で囲ったのが生理食塩水を常駐した正常のマウスの心臓です。赤で囲っているのがワクチンを2回常駐したものですが、明らかに心膜に炎症が起こっています。 病理学的初見ではです、ね、この赤丸で囲っているように多くの炎症が起こっていることが明らかになっていますさてこの写真は心臓組織のですね免疫組織染色でアポトーシスのバイオマーカーを見ていますアポトーシスは細胞が死ぬことを意味しているんですが 静脈注射をした正常の心臓ではほとんど現れていませんがワクチンを1回目2回目常駐した場合にはこのアポトーシスが多数現れているという写真ですさて結論ですが本研究はメッセンジャー r n a ワクチンの不注意な静脈内注射が心筋炎を誘発する可能性をインビボで証明した。 血液の吸引を避けるためにシリンジのプランジャーを短時間で引き抜くことはこのようなリスクを減らすための一つの可能性であると書いてあります。筋肉注射をするときにですねワクチンが筋肉に入っているのかそれとも血管内に常駐として入っているのかというのはこれは確認できないということを皆さんご留意ください。コロナに負けるなということで酸化ストレスを下げるのが重要と考えます。 皆さんでできることは禁煙、大量のお酒を飲まない、肥満糖尿病のある方は糖質制限をする、十分な睡眠をとり精神的ストレスを下げるのも有効と考えます。また、エビデンスのある抗酸化サプリメントの摂取も有効だと私は考えています、えー。現在、ワクチン副反応の症状に悩む方に、私の開発した抗酸化配合剤の無償提供をしています。 該当される方はこの URL からお申し込みくださいこちらが抗酸化研究室についての情報です